平野仕様の圧倒的快進撃、ジャニーズを飛び越えた、企画外、スター。平野仕様、ルジャパンへの圧倒的記録を樹立。先日、元キングプリンスへの平野仕様、26、が9月28日に発売された、エルジャパン、エルジャポン、ハースト夫人が放射、の11月号に登場しました。 同日に、エルジャポンの公式 YouTube チャンネルは約30秒のプロモーションビデオ、平野仕様の挑戦、まだ見ぬ世界へ旅立つ、を公開しましたが、これが圧倒的な記録を打ち立てているとのことです。投稿からわずか6日後の10月4日には再生数が100万を突破し、SNS 上では多くのファンが祝福の言葉を寄せ、いわゆるシェゃっぱい100万回。 がトレンド入りを果たしました。平野さんはジャニーズ事務所を辞めて戸辺に合流してから初の本格的な仕事となりましたが、エルジャポンの人気は予約がスタートした9月19日の午前9時に L ショップが一時的にサーバーダウンするほどでした。さらに Amazon や HMV などでも即完売となり、翌20日には重版の決定が発表されました。 その後も一部のサイトでは購入ができない状況が続いており、平野さんの圧倒的な人気ぶりを物語っています。なお、ちょっとした余談ですが、雑誌名が LJAPAN なのに対し、YouTube チャンネルは LJAPAN と表記されています。これは読者の皆さんには気になる点かもしれませんね。ルイ・ヴィトンとのコラボによるファッション界への進出。 エルジャポンでの平野の特集ではルイ・ヴィトンのコーディネートを披露しています。彼が着こなすルイ・ヴィトンのファッションに対しては多くの賞賛が寄せられており、ルイ・ヴィトン×潮君の32秒の世界観に引き込まれる。どのスタイリングも完璧に着こなせる紫輝くん最高にかっこいい動画を公開してくれたエルジャパンにありがとう、といった声が多数見られます。 その一方で、ビートンの商品についても興味深い話題があります。実は、平野さんが、エルジャポンの情報解禁前の9月18日にインスタグラムで投稿していたビートンのコーディネートに含まれていた特定の商品、特に26万円のバッグと20万円のパーカーはすぐに売り切れとなり、オンラインショップや店頭でも即日品切れの状態となりました。 このような展開は、平野さんがジャニーズ時代からスターであるだけでなく、都米の移籍後にインスタグラムを開設したことで、よりインフルエンサーの側面を見せ始めていると言えるでしょう。幅広い世代からの支持を受ける平野市耀。 平野さんは戸部に合流した7月7日に個人のインスタグラムを開設し、最初の投稿は驚異的な142.8万いいねを獲得しました。現在の平野のフォロワー数は10月5日の6時現在で407.3万人となっており、かつて所属していた金プリのフォロワー数235.2万人を軽々と超える勢いを見せています。さらに、 単純な数字だけでなく、60代の方々や70代の女性からも高い支持を受けていることがコメント欄から読み取れます。彼の魅力は若い女性だけでなく、幅広い世代から愛されていると言えるでしょう。ジャニーズの変革と平野紫耀の活躍。最近のジャニーズ事務所の状況については、創業者であるジャニー北川氏。 去年87の課題問題の影響で、個別に契約を結ぶ新しい会社の設立が予定されており、現在のジャニーズ事務所は、スマイルアップという名前に変更され、被害者の保証が終わった後は閉鎖される方針となっています。一方、10月2日に行われたジャニーズの会見では、質問ができない。 NG 記者リストが会見を取り仕切った PR 会社のスタッフによって持ち込まれていたことが NHK のスクープによって明るみに出ました。ジャニーズはこれについての関与を否定していますが、世間からは猛烈なバッシングが起こっています。このような中、平野さんは独立後に、かつて所属していた事務所を嘲笑うかのような華麗な活躍を見せています。 ジャニーズの枠は、平野さんにとっては、強すぎたのかもしれませんね。平野ノ仕様は、ジャニーズを飛び越え、その圧倒的な存在感で、多くの人々の心を掴んでいます。彼のファッションセンスや、幅広い世代からの支持は、彼がどれだけ広く愛されているかを示しています。一方で、ジャニーズ事務所の変革と、その影響力の低下は、 彼の輝きを一層際立たせています。今後の平野市王のさらなる活躍に期待したいところです。